さあ、悔しい負け方から一夜明け、手はおらず、引き続いてガチヤグラです。ビーバースパーク。今回はリッターさんですね。そしてまた北斎か。北斎は一体どういう武器が苦手になるんでしょうね。ん？ここ二人いるのか。ならば、ヤグラの注目度はそんなでもないでしょ？と思ったけど、全然そんなことねえな、これ。逃げて。味方が多分俺のに巻き込まれてるっぽいけど、気にしないでいくよ。さあ、この辺りで撃たれるとちょっと嫌じゃない？全然気にしてねえ。どこ吹く風ですね。乗ってきます。え？ちょっとワープしてね。やめてほしいですが。なんか嫌な流れ持ってきたような気がする。めっちゃ塗られてるし、めっちゃやられてるし、関門2つ突破されちゃったし。うん。ここで止めないとさすがに勝機が一切なくなってしまうので、どうにかしてほしいが、どうにかなるかな。お、ありがたし、どうにかなるっぽいな。さあ、ちょっとしたこのダメージ量では厳しいですね。撃破して、撃破して、奥斎先生、奥斎先生、奥斎先生、ありがとうございます。ではさあ、3キル取ったので満を持して俺が矢倉に乗りましょうか。よっこいしょ、思いを受けて乗ってくる感じかな。あー、間違えた。若干厳しめですが、若干厳しいどころじゃねえ。ああ、いい。さっき読みして、もうちょっとダメージ量が足らないのが、この食い物の切ないところかな。まあ、普段は切ないどころじゃない火力をぶちまけているので、仕方ないのかもしれないが。もう相手陣地一色だからな。これはよろしくないですよね。だが、マルチミサイルめちゃくちゃいるな。誰かマルチミサイルを使おうみたいな推進委員会の人がいるんでしょうか。もうちょっと穏やかだった気がするんですが、これは穏やかじゃないですね。早めにナイス玉を使っておこうという回でいらっしゃいますか。飽きまへんよこれは。ちょっと待って。めっちゃ追っかけられたな。クイボ、なるほどね。これは非常に困ってことになりましたよ。全然進む気配がないという感じで。というか、どっから来たのこの人。とりあえずじゃあカモンに対して飛ぶけど、一人倒すが、ちょっと時間が怪しい。あー、乗れねえ。これは良くない。帰れる。とりあえずは止まったが、矢倉進んでるし、マジで開きませんで、もうこれ無理だわ、これ無理だわ。ダメなやつですわ。乗れなかったし。いや、ひどい。なるべくこういう試合にはしたくないんだけどな。非常にひどい感じでした。まあ、日々2回目が来なかっただけマシと思いましょうか。ふう、ちょっとテンション落ちてきた。
さあタチウオパーキングでやっていこうじゃないか。ビーバスでダメならタチウオでって言おうと思ったけど、そもそも前回最後負けたのはタチウオですから、ちょっと怪しい感じですね。そして意地でも俺に北斎を渡さないのか。だが北斎は北斎でもハンコの方になりましたね。いろんな北斎で叩き潰してありようということか、ハンコだけに。スパガジェの別注はアーマーでいいんでしたっけ。さあローラーやめて、ハンコに睨まれて、さあローラーさん、はい帰ります。倒せない、届いた、ギリギリ届いた、あかん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 。てか普通に進んでるんですが、うん、4人固まっててやられないというのはちょっと羨ましいですね。矢倉がまだ進んでいく。さてトーピード当たっちゃった、ちょっと嫌な感じ。え、このトーピード誰のですか。もうあれトーピード2人か、これ。あれ北斎別注ってトピードだったっけ。毎度のことながら使わねえから全然わからねえっていう。倒す、進められる、後ろにいっぱいいる、届かない。さあハンコが来たぞ。なんとか倒してくれて、こちらでいかがでしょうか。ちょうど今あなたに進みたい方向だと思ったので。トピード嫌なとこ投げるな、みんな。クイボ投げて真ん中戻って、相手発見、やはりラーマですね。北斎か、北斎は止めて、ああ数が不利だ。あんこ投げる、投げはしないか。ちょっとスペシャルに頼り気味な動きかもしれないかな。その辺は反省した方がいいかもしれない。クイボが届いてねえし、当たってねえ。このクソのような絶妙加減で調整されているかのような微妙すぎるエイム力が世界を本当へと導いているような気がしてならない。そしてまたトーピードか、毎回俺にトーピード投げてくるの誰なんだ。カサしかいないのか、本当に。本当かな、トラップは。ああ、くちっとしもう。さすがにその家紋は意味がわからない。じゃあ俺は矢倉の方に飛ぶよ。とりあえず壁塗っとこう。左待ってそうじゃないこれ。後ろからなんか気配を感じたんですが、意外とそうでもない。ありがとうトーピード。ではいらっしゃいませ。一人持って行って、ここか、そういうことか。お待ちください、ありがとう。おっしゃ、かろうじて抜いた、いい調子で。ここの壁も塗っておいて、チャンスではあるぞ。一旦ちょっと乗っといて、置いといて、そしてナイス玉を華麗に、これでプレゼントだ、ラグナロクインパクト。一人持ってった、ラグナロクインパクトはやはり実戦向けの技だったんだ。本当か、嘘です。ラグナロクインパクトは実戦向きではありません。決して真似をしてはいけません。そうは思ってはいてもやめられないのがこの必殺技の恐ろしいところで。でも大丈夫、ラグナロクインパクトのおかげで俺のテンションがだいぶ回復したので、そういった意味では実戦向きかもしれない。上から3バシャバシャ打ってくるね、許せませんね。そういう許せない相手に対してはちょっと一旦冷静になります。あれ、よく考えたらもうあいつそこにいなくねとなったら結局意味がないので、
焦ってはなりません。こんにちは、ダイナモさん。喧嘩打って、ヤグラに乗って、ダイナモに食い棒を投げて、これでオッケー。ああ危ない、ちょっと一時期はどうなるかと思いましたが、しかし上の高台の処理がうまくいかないとこうも苦しいもんなのかという感じでしたね。一応は止まりましたが、今回は両方ともキル数的にはやや控えめといった感じでしたから、実はその細かいやり取りが勝敗の決め手だったっぽいですね。さあガチヤグラ、因縁のビーバースパークが帰ってきたぞ。2120、これはもう X と言っても過言ではないスコアですから、勝ちに行きたいところですね。さあそしてついに北斎が消えた。何なんだろうな、タイミング的には非常に絶妙なタイミングですが、ダイナモを見つけていろいろやって帰りたかったところで囲まれてやられていく。この人数不利は若干怖いですね。攻められるのも守られるのもよろしくないか。早めにこちらから守るのを想定しておいた方がいいのかもしれないと思ってこっちへ来たんだけど、ちょっとボムが多すぎて。回復して、こんにちは。めっちゃ見てますね、めっちゃいますね。おやめください、おやめください、おやめください、おやめください。多くない、多くない、ちょっと多くない。一旦乗ってナイス玉で、はい、文句を言って撃破して、乗って裏に隠れているのを予想するだけで実際にはどこにもいない。幻想に惑わされてはいけないということだな。相変わらずヤグラを持っていく。ヤグラの上にダメージを与えられそうでられないこの絶妙な武器の構成がとってもセクシーですね。こんにちは、いっぱい乗ります、いっぱい乗ります。登ってくるのは分かっているから、いっぱい乗ります、いっぱい乗ります。待って、よし。さあこれでワンチャンあるかな。ダンシング、ヤグラダンシング、ヤグラダンシング。あ、ちょっとステップミスりました。これはいけない、先輩に怒られちゃうやつだ。大丈夫か、ダンス部の主将を任せられるのはお前だけだと思っていたのに、なんでこんな大事なところでミスるんだと先輩に怒られないか。元からダンス部の主将を任せられるのはお前ではなかったというオチにならないように。ではこれでダンス部の主将の座を俺がいただく。さあ進んだ、これは嬉しい。チャーも効いているし、ここは進めやすいはず。この辺を見ておけば。でナイス玉が飛んでくるのでちょっと待っておいて、ナイス玉が終わった後にもう一度こっちへ来て、いっぱい攻めてくるね。そういった攻めたてのお声に私はお答えしていく形でいかがでしょうか、いかがでしょうか。あ、いっぱいいる、いっぱいいる、やめてやめて、帰ります。は、帰ると見せかけて意外と近くで待っている。そう、犯人は現場に帰ってくる。この事件の真相は意外な人が犯人というのと同じように、結構近くで待っていると相手は遠くに帰ったと思って突っ込んできて、それを返り討ちにするということもできる場合があります。はい、おはようございます、おはようございます。近くにいないかなと思ってちょっと今日は来てみたんですけど、ダメでしたね。はい、乗ります。でも自陣で味方が やられているので、まずはそのフォローから本日はやっていきたいと思います。それどころではないですね、普通にかき乱されていますね。プライムさん、そろそろナイス玉のポイントだと思ったけどタイミングが非常に悪かったですね。やめてやめて、まあ、この位置は狙われやすいポイントですから仕方がないでしょう。待って待って、おやめ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 、いっぱいいるんですけど、あぶね。オッケー、ふう、冷静になって、この辺かな、いますね。後ろへ下がっていただいて、でとりあえず真ん中へ戻っていただいて、
真ん中へ戻る櫓に乗っておけば、ちょっと高いところまで。ひとっ飛びというのがいいですよね。あなた狙われていますよ。よろしいんですか。はい、どうも。さあ、壁塗りはしっかりやっといて。味方にダイナモがいますからね。塗っておくことは非常に重要です。はい、こんにちは。こんにちは。さあ、直で狙ってきているぞ、ダイナモさん。OK。あ、待って、後ろ。気をつけて。いますか？いません。OK。ちょっとまだ連続で食い棒を投げるというのに慣れていないですね。こんな感じではダメかな？よし、行くぜ！これは、こんな遮蔽物なんてものともしねえ。ラグナロクインパクト。決まった。完璧なタイミングだったようだな。バーン！いいところだったのに、もうこれで完璧にかっこいい流れで終わるところだったのに、もう。いいオチに使いやがって。だがまあ無事に勝利できたので良かったとしましょう。30キルぐらいだとまだ大丈夫っていう気がしますよね。20キルとさすがに厳しいと思うんですが。その辺気持ちの問題もあるので、カウントを止められたのが27で非常に良かったところでしたね。さあどうかな。はい、まだだったので、あと1試合となります。もう1試合やっとこうかな。そうですね。あと1試合になるので、せっかくなのでもう1試合やります。さあ、勝てばおそらく X 昇格の1試合、ガチアグラです。リバースパーク。お、ここに来て、今まで全然見かけていなかった、スプラチャージャーベッチューですね。非常にかっこいいフォルムが、この記念すべき試合を彩ってくれそうな予感を感じます。さて、おっと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 、あー、持ってかれた。これは厄介。ちょっと嫌な予感したけど、顔を出したのが運の尽きだったようですね。まあ、乗ってきますよね。で、こういう時は正面以外から、ちょっと喧嘩を売りたいんだけど、なんでハイドラこんなとこにいんの、もう。絶対真ん中にいると思うんですけど、変なとこにいましたね。そして案の定俺と同じようにやられていく感じでしょうか。はい、こんにちは。さすがに2度目はないよ。これで止まれば問題はない。そこで着地か。なるほど、着地ハイドラというわけか。だがまだ大丈夫じゃない。もう大丈夫じゃない。もう大丈夫じゃない。これ登ってくるのはバレている。問題なのは全然矢倉が止まっていないという状態の方だな。お、いける。これは止まるはず。47で止まるなら全然大丈夫だ。で、乗って、いっぱい塗って、いっぱい塗れたね。で、壁も塗っといて、上で待機してる人はいません。お、しかもちょうどいい感じのところで、相手の様子がよくわかる、この一戦。はい、どうも。雨やめて、止んでくれ。はい。あ、でもちょうど突破したんで、完璧じゃない？嬉しい。雨で命を散らす前に戦えて非常に良かった。さあ、カーボンが向こうを追いかけてくれたので、今一番厄介なのはこちらのハイドラというわけか。おお、ハイドラを潰してくれたので非常にありがとうございますという気持ちで、感謝で満ち溢れている。いけるよ、これいけるよ。行くぞー、行くぞよー。 OK、 ぶっ飛ばして、ぶっ飛ばしたはいいが、ちょっとこれは怪しい。ちょっと怪しい時は、限りなく黒に近いと考えた方がいいですね。早くない？早くない？もう一回ナイス玉を使いたいな。俺、もう一回ナイス玉を使ってみたいんだ。その師匠から教えられた禁術を試したいんです。ちょっとこれは怪しい。チャージャーが狙うには込み入りすぎているからな、この辺は。して俺にもう一度チャンスをくれ。頼む師匠、俺にもう一度ナイス玉を打たせてくれ。いけるか、やったか、花を添えるぜ。ちょっと添える花が地味じゃないかなとか思わないで、いいです。大丈夫じゃない、あれ大丈夫じゃない、なんで。いける、はいはい、こんにちは。いけるぜ、花を添えるぜ。行くよ。待って、ハイドラさん。ハイドラさんじゃない。カーボンさんです。
惜しかったけどちょっと厳しいので帰りたかった。そんな超特急で帰るつもりはなかったからねえ、そんな気を使わなくてもよかったんですが。おっとーん、これは誰だ、ハイドラではない、いや、でもとりあえずみんな大集合してる。ここは狙われるとひとたまりもないので、あまり勢いよく前に出るのはやめましょう。ハイドラが結構前に出るタイプのハイドラなので、ぐいぐいと出るタイプのその陰キャのオタクみたいな感じ、あー陰キャじゃねえ、陽キャのオタクみたいな感じ、それは失礼かな。守りをするにはいい感じだが、ノックアウトを取ろうと思うと逆にプレッシャーが強くてできないパターンだな。これは1まで行ったんだからノックアウトもできるだろうっていうのは決まらないパターンですね。はい、こんにちは、味方のフォロー、よし、フォローすること、すなわち勝利の最優先事項であるぞよこれみたいな。さあ櫓に乗って来ようという気持ちを削いで、隠れて下がって、どこにいるかな、ん、見かけちゃった、こら怖い、ダメージ蓄積してるけどギリギリでした。雨を避けて食い棒投げて、ちょっと後ろに下がったところで乗っては来なさそう。ここで乗るかもしれないからそろそろ貯めておこう。もうここまで来たら止めることを最優先。すまないがちょっと待っていてくれ。お、大丈夫そうですね。そうでもない？おー、ナイス。まあ、保険の保険にという感じで、ナイス玉ダメに奔走していましたが、いけるかな、これは。あのゲージ量だったら上がると思いますが、この試合がよっぽどヘッポコと判断されなければ大丈夫だと思う。あんまり試合内容は関係ないと思いますが、どうかな？来ましたということで、プロモデラー PG だけで腕前 X を目指すチャレンジ、とりあえずガチヤグラ編は完結ということで、あ、初めて腕前 X に昇格しました。ロビーに戻ります。はい、といったところで、ガチマッチの頂点へたどり着いた君へ、腕前 X への昇格おめでとう、こんなメッセージ出たっけ。これからのガチマッチは腕前メーターの代わりに勝敗で変化する X パワーをかけてバトルを行うんだ、という風になっていくわけですね。上位に入るとランキングにも表示されるよ。1ヶ月に1度リセットされるぞ。小さいと降格しちゃうぞ。そして大幅に下がるとその場で降格しちゃうぞ。そうならないように発揮してくれ。まあ、目安としては1900台ぐらいだと思っておけばまず間違いないと思います。といったところで現状はこのようになっております。なんか他に比べて櫓だけ上がるの早すぎじゃないかという気もしますが、まあ調子が良かっただけということで多めに見ていただきたい。まあナイス玉が強いのでガチ櫓にすごく相性が良かったというのもあるかもしれませんね。まあエコさんに上がったので終わりかという感じではしますが、そうではなくて全ルール X を目指してこの先ももうちょっと頑張っていくんじゃぞといったところで、今回は無事ヤグラは X に行ったというところでおしまいです。次回何になるか分かりませんがありがとうございました。